どうもこんばんはなのかこんにちはなのか分からない時間帯でーす。どうもー、 BGM が鳴らなかった。はいはい、マンボーマンボー、皆さんマンボーでございます。てなわけで、ね、ツイッターでやろうやろうと言っていた企画をやっていこうと思います。はい、題してラノベあるあるで、ラノベ設定あるあるで作り上げる、あのラノベ設定みたいな感じに。はい、お茶ありがとうございます。うん、ちょうど黄昏時でございますけども、はい。で今回はお嬢様と魔人メイドというですね、そう名前でやっていくんですけども、まあ、今回ね、一応ね、これね、私とね、オーガさんがいつもコラボするときに使われなんですけども、まあ、私とオーガさんっていうのを切り離した上で考えていこうかなと今回思います。そうっていうのでやっていこうかなと思っております。はい、なのでメイド自体も男でも女でもどっちでもいいかなと思っております。うんうんうん。だけどお嬢様ってところなので女の子なのかな。いやでも実はこう分けありで女のふりをしている男の可能性もあるので、その辺もちょっと考えていこうかなと思います。でもそこは女の子がいいかな。うん、よいしょ。まずはまあお嬢様っていうキャラがいるんです。お嬢様お嬢様どうしましょうか。どっちがいいですか皆さん。やっぱお嬢様は女の女性の方がいいかな。かっこそく性別不明のお嬢様ラノベあるあるなのでね、性別不明って TS 男の子説 TS お嬢様お嬢様 TS 男の子普通に女の子でもいい。うん、以上、性別お嬢様。転生したら女だったみたいな。あ、そう、幼女戦記的なそういうね。うん。なるほど。うんうんうん。ラノベなら元男の、あ、元、あ、お嬢様、あ、元、あ、異世界転生した、あ、わかった。まずこのお話。はい、来ました。皆さん大好き、異世界転生ものでした。はい。異世界転生ものです。異世界転生、みんな大好き異世界転生だ。うん、よしよし、このストーリーは異世界転生ものです。はい、でじゃあ普通の会社員にしよう。会社員一般男性は、まあ、ひょんなことから、ひょんなことってめちゃめちゃ使えますよねラノベで。ひょんなことが、どうしようどうしよう、ひょんなことって何だろう、ひょんなことかな、ひょんなことかな、トラックにはねられ死亡してしまった。はい、ちょっと文字ちっちゃくしちゃいますね。よいしょ。はい、普通の、会社員一般男性は、あ、一般男性会社員はひょんなことからトラックに離れ死亡してしまった。うん、そして次に目を覚ますと見知らぬ天井、そしてそばには、あ、そしていっぱいあるな、見知らぬ、次に目を覚ますと見知らぬ天井、そしてそばにはメイドがいた。あ、これだ、みんなこれだよ、あらすじこれだよこれだ、ほら、見知らぬ天井、そしてそばにはメイドがいた、これだ、よし、テンプレ先生よく見るやつですね。映画化決定早い。で、まあ、これを引き継いだ上で、お嬢様決めていこう。お嬢様の設定。名前は特にないです。お嬢様です。はい。お嬢様、元、一般男性会社員。元一般男性会社員。はい。お嬢様は元一般
悪役令嬢なのかな。じゃまたその辺も今日、おじさん一般男性で、転生したら、15歳ってすごい微妙なとこじゃないですか。15歳の女の子になっていた。14歳がいい。14歳かな。14歳、 OK、 じゃあ14歳、17、いや17歳まで続けよう。うん、よいしょ。どうやら財閥、皆さん財閥、やっぱ財閥なのかな。財閥のお嬢様か貴族なのか、どっちがいい。みんなこれ世界観設定も気になるところ。世界観設定どうしよう。なんか財閥だと割と最近なイメージなんですよね。貴族だとちょっとなんでヨーロッパチックな貴族、オッケーオッケー。貴族のお嬢様、らしい。よいしょ。どうやら俺は貴族のお嬢様らしい。どうやら俺はもよく聞きますよね。うん。でしょ。どうやら俺は。